これでいいと思うのだけれど、本当に始まっているのかしら。始まっているならコメントが来るはずよね。コメントは、あ、始まってますよ。はい、よかった。ちゃんと始まっているみたいね。うん、私だって一人で配信できるのよ。うん、皆さんこんばんは。蓮の空女学院スクールアイドルクラブ2年の音宗梢と申します。本日は私の個人配信にお越しいただき誠にありがとうございます。最近はカホさん、村野さんも個人配信をしているわよね。皆さん見てくれたかしら。どうかしら。あ、見ましたよ。見たよ。私も見ていました。ねえ、二人ともすごく頑張っていたから、だから私もね、積極的に配信をしていかなくては、と思って、どんな配信をしようかと考えたのだけれど、今日はお悩み相談というものをしようと思います。学校のクラスメイトや下級生、特にカホさんから相談を受けることも多いから、人よりは慣れているつもりよ。全部の相談には答えられないかもしれないけれど、どうかしら。今からね、皆さんのお悩みをコメントで書いてくださると嬉しいです。あ、そういえば、この配信をすることをさっきつづりに話したら、何かノートの切れ端を渡されたのよね。何？授業中、寝てたら先生に怒られた。寝てても怒られない方法、何かない。あの子には、後でよーく言っておかないといけないみたいね。さて、あの寝ぼすけのことは置いておいて、早速、相談のコメントが来ているみたいね。それでは、何がいいかしら。テストに向けての勉強法。まずは、順序立てて、何の教科からしていくかを決めて、私の場合ね、決めて、苦手なことを重点的にしていくと、こう平均点が上がると思われます。でも、一つに特化したければ、得意なことをね、こう、頑張って、勉強したら、1位なんか目指せちゃうかもしれないわね。頑張ってみてください。応援してます。あとは、たくさんコメントが、紅茶の美味しい入れ方？そうね、たくさんあるのだけれど、皆さんがすぐに実践できることならば、こう、ティーバッグをそのままにして飲まないことかしら、ちゃんとね、こう、説明書にある分数を守って、そのままにしておかず、すぐに取って飲む。そうするとね、こう苦味がなくて美味しい紅茶になると思われます。でも、初めての方にはニルギリがいいかしらね。ニルギリ買ってみてください。あとは、ニルギリってね、こう、癖のない紅茶で、こう、あまり
うん、あまりね、香水のようでお紅茶が好きじゃないっていう方がいるじゃない。その方でもね、こう飲めるお紅茶ですね。うん、飲んでみてください。うん、アッサムも美味しいわよねってお悩みがなかなか。あとは、部活に友達がいません。あら、私がお友達に、なって、あ、どうかしら。お友達から始めましょう。あとは、あ、自分に才能がなくて困ってます。あ、これね、私もね、才能、なくてね、こう、特技は何ですかってもし聞かれたら、クラシックバレエか筋トレって答えていてね、なかなか乙宗家として、楽器は答えてないのね。でもバレエもね、すごく得意というわけじゃなくて、1万時間の法則って皆さんご存知ですか？1万時間をエキスパートになるためには、その道の1万時間努力すればなれるという法則なのですけど、それに当てはまっているからそう答えております。最近ね、そう、カホさんがね、あのレッスン、ダンスのレッスンでこう新曲を渡して、こう、小勢先輩、こう見てくださいってね、ダンスを見てあげたのね。で、確かに最初だからこうできないことがあると思うのね、カホさんも。でも笑顔で踊り切って、それだけで私はこうすごいと思ったのね。私だったらこうバレエのコンクールとかでもなかなかね、踊れなかったのね。こう本番の前でリハーサルがあって、こう上手い人の前でなかなかね、練習でもバレちゃうじゃない。あ、あの子下手だなって。だからカホさんを見て、この子はすごく楽しそうに踊っていて、そういうことを気にしないんだなって思ってね、すごく羨ましかったの。だから、でも本人は気づいてないのよ、その才能に。だからあなたもね、こう才能にないってこう悩みがあるかもしれないけれど、違う見方をすれば、どこかに才能があるから、見つけてみてください。一緒にね、探しましょう。そうそう、カホさんってね、本当に才能があるのよね。本人はね、気づいてないのだけれど。おすすめのプロテイン、そうね、ウマテインっていうものがあって、すごく美味しいです。チョコレート味をよく好んで飲んでおります。あとは、筋トレが長続きしません、助けてください。カホさんかしら。そうね、自分に罰を与えてみるとか、それかご褒美とかをね、これをしたら、この筋トレをしたらこれができるとか、ご褒美とかどうかしら。甘いものを食べてみるとか。私はね、この上にあるクッキーがあってね、こう筋トレをした後は一つくらいは食べてもいいかしらって思って、食べています。あとは、歌が上手くなりたいです。私もなりたいです。どうしたらね、うまく歌えるのかしら。でも好きな気持ち、歌がね、本当に私は大好きで、才能はね、ないのかもしれないけれど、好きな気持ちはもう本当に大好きだから、それが伝わると信じて
歌っております。お歌好きですか？皆さんどうかしら、お悩み、歌声大好きです。ありがとうございます。嬉しいわ。あとは人とうまく話せません。そうよね、最初はうまく話せないわよね。わかるわ。あら、先ほど、絵が素敵な個性先輩に質問です。どうしたら絵が上手くなりますか？嬉しいわね。そうね、私は実物とよく見比べて模写から始めました。そして特徴を捉えて何度も描いて、で、だんだん上達していきました。特徴大事です。あとは、朝がなかなか起きられません。そうよね、私はいつもアラームをつけてその音で起きるのだけれど、でも寝不足なのかしらね。たくさん睡眠とってくださいね。お体にね、悪いので。でも寝る前に何をしたらよく眠れるのかしら。音楽を聴くことが私は多いかしらね。クラシックとか。あとはね、朝は寝ていたい。わかります。毎朝寝癖がひどくて。ああ、寝癖ね。私はね、なかなか寝癖がつかなくて。でも寝癖って可愛くないですか？可愛らしい。そういう一面も見られていいと思います。カホさんがね、よくこうぴょんと髪が跳ねて。あとは、何かしら、お掃除を継続するにはどうしたらいい？お掃除ね。でも私お掃除するの大好きなのよ。だから大好きになる方法を考えてみるとかはどうかしら。何かいいことを。お掃除すれば何かメリットがあること？何かしら、お掃除。お掃除すれば、美味しいクッキーを食べられるとか。あとは、お掃除を、次のコメントでね、こう、お掃除してきましたと書いてくださったら、褒めます。よくできました。お掃除。綺麗になってね、お部屋もいい気分で過ごせると思います。お掃除、皆さん頑張りましょう。お掃除ね、楽しいわよ、ピカピカ。もうこんな時間？そろそろ終わりにしましょうか。皆さんいかがでしたか？相談にきちんと答えられていたかしら。早いってね。でももうこんな時間だから、いや、またね。すべてのお悩みに答えられずごめんなさい。皆さん、本日は遅くまでありがとうございました。また見に来てくださったら嬉しいです。それでは、おやすみなさい。ポチ。
ぼち。おかしいわね。配信が終わらない。ここ押せば終わるはずなのだけれど、ぼち。ぼちって言えば、切れる、終われるのでは、と思っていたのだけれど、ぼち？あれ、あ、村野さんに、いや、カホさんがいいかしら。でも、一年生には、先輩として、ツズリーなら、ダメね。皆さん、機械が壊れました。皆さん、